誰もいないようだが、これは。行くぞ、キリュウ。やってやるよ、任せておけ。お前たちの最優先ターゲットレオン・S・ケネディの位置検索は上層部が承知した。デルタチーム、レオン・S・ケネディからの救難連絡を傍受した。奴は2人の生存者と一緒にいる。フレアレッドフィールドとバーキン博士の娘シェリーだ。場所はロンズデールヤード。すでに政府特殊部隊が向かっているらしい。シェリーは G ウイルスに感染して抗ウイルス剤を投薬された。ワクチン自体は地下研究所と一緒に失ったが、その抗ウイルス性質への鍵はまだ彼女の中に残っている。レオンとクレアを排除してシェリーをアンブレラに届けるのだ。これはお前らの最後のチャンスだ。了解した。ウルフパックは移動を始める。以上。1 hour later。探偵、行くんだ、早く。デルタチーム、状況を報告せよ。3人ともここにいるぜ。警官と女を殺し、娘を連れて。当然殺すのは簡単だ。だがまずは報酬の交渉だ。何を言っているのか分かっているのか。俺たちを見せ、アンベラの猛獣を投下したな。慰謝料として契約の3倍をもらうぜ。急いで脱出用ヘリを送れ。狂ったのか。お前たちと交渉することなどはありえない。さっさと任務を完了させろ。お前は自分の手で終わらせてみろ。これ以降俺たちは思い通りにはならないぜ。ならばラクーンシティごと生き耐えろ。悪の強さを見せてやる。なぜ俺たちを殺さない。アンブレラは俺たちを見限った。取引に使えないならお前たちなんてどうでもいい。どこでも行って情報をばらまけ。シェリーは連れて行け。とっとと失せるんだ。ここから抜け出してアンブレラの野郎を締め殺してやるのさ。